いただきましょう、いただきましょう。あら、映ってるやん。ハロー、アサギーニョです。ハロー、チャーちゃんです。ただいまお食事中。ちょっと今回は企画を考えてきました。うん、何ですか。最近若者言葉っていうのが増えているんですよ。うんうん、いろんな若者言葉があるんだけど、はい、チャーちゃんにそれを、うん、意味を当ててもらおうと思います。はいはい、簡単や。そう、うんうん、まあでも結構分かりやすいかもしれん。チャーちゃんからしたら簡単かもしれへん、うんうん、では、うん、チャーちゃんの若者言葉クイズ、うん、よろしくお願いします。はい、どうぞどうぞ。うん、何や。分からないことももしかしたら当たるかもしれないから、その言葉的にちょっと連想して答えてみてください、うんうん、はい、はいはいはい、抱っこすんのか。メルちゃんも、はい、ミルちゃんも考えてください。考えてください。ミルちゃんも考えましょう。それでは、はい、問題を出題させていただきます。キュン。揚げ御座という言葉がございます。はい。これは今年流行語大賞にもノミネートされております。どうぞ。どういう時に揚げ御座使うっていうとかもでもいいよ。どういう時に使うとか、うんうん、こういう感じで使うんじゃないかというふうに答えてもらえると。なんかね、運勢が上がる。あ、すごい。違うのか。正解。そう。意味としては一緒、その、うん、上がるっていう、その、うんうんうん、嬉しいとか面白い楽しい。まあ大体そういう感じやな。うんうんうん。次。はい、次。あざまる水産。あざまる水産。お答えください。なんかあれやな、海運業やな。違うの。そうではなくて、何やら丸っていうのが水産するっていう意味。どういうこと。ん、水産する。水産ってどういうこと。いやさ、水産つかまつり早漏とか言うやない。駆けつけるという意味。なるほど。違うの。答えは、うん、ありがとうっていう意味。ありがとう。え、あざまる水産。そんなもありがとうで全然ならへんやないの。うん、今の子はみんな、あ、そう、ありがとうって言うときはあざまる水産って。何語やの。日本語や、うん、次は、うんうん、ヤバタニエン。ヤバタニエン。そう、ヤバい、あの、長谷園。そうそうそう、ヤバいっていう意味。その通りです。はい、ヤバタニエン。やってみる。ミルちゃん、ピピピ、キリキリキリ、ミル、ミル、何でも一緒にお話ししゅんねんな、一緒にお話ししゅんねんな、かわいいかわいい。キュン。生きるっていうのはどういう意味かわかる？生きる？あ、生きるやろ。生きるっていうのは、あんたよう生きてるとか言うてるやないの、あれやろ。知ってるんや。知ってるよ。それはここらの言葉や。そっか。うん。PK。PK？ PK。PK って あれ違うの、スポーツの言葉ちゃう。あ、違うよ。それとはまた違う意味で使われる。PK。いや、どういう風な感じやの。ヒント、ヒント。ヒントは、うん、なんかそういう状況。あー、うん、PK だ。うん、今 PK とか。どういう状況のことを PK と言うか。うんうんうん。下り加工。加工で下り。ちょっと着てみやったら、なんかついてんねん、ここに。これ何ついてんの。何？取れた取れた、これティッシュある。いや、もうないな、もうええや、これここ置いとくわ。キュン。 PK な。 PK は、うん、パンツが食い込んでしまったっていう時。ああ、女子高生とかが、うんうん、うわみたいな、うん、気持ち悪い。 PK っていうふうに。 P はあれやん、小便のこと。違います。せやんか、ピーって。そうなの。おしっこのこと、うん、パンツのことです。じゃあ次、あ、最近これすごいみんな言うんやけど、ありよりのあり。ありよりのあり、なんやろ。でもこれは結構そのまま。有、うん、吉が関係あんの。有吉さんは関係ない。小さいという意味。小さい、小さい、小さいっていうのは、あり小さいやんか。虫のアリがちっちゃいから、うん、そうそうそう、それだからアリみたいに
小さい。ブブーン。アリ寄りのアリは、うん、なんかそれいいねっていう時アリって言うでしょ、うんうん、そのアリ寄りのアリ、うんうん、あ、なるほど、微妙やけど、ちょっとアリっていう時の、なるほど、なるほど、アリという意味でした。うんうんうん、パキュン。次いきます、うん、パリピ。パリピ、パリピ、うん、パリピ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 。あのね、おかきか何かをね、パリッと噛んで、え？という意味違う？パリッ。ピーは何やろ、ピーは。ピーは？パリッと噛んで、ピーっていうのはね、うん、せんべいが袋入ってるじゃん。で、その口を開ける時のピ。せんべい食べる時に使う言葉っていうことです。そうです。不正解ね。正解は、うん、パーリーピーポーっていう言葉の訳で、うん、パーティーイケイケな、パーティー。もう一回パーティーピーポー。パーティーピーポー。それはパーリーピーです。あ、パーリーピー、うん、うん、そうかそうか、盛り上がってるような系の人のことを言います。うん、なるほどな。はい、次はこれ もうみんな使ってる言葉なんやけど、うん、ワンチャン。ワンチャン、ワンチャンス。お、すごい。ちゃうか。そう、どういう時に使うか分かった。あ、どういう時って、あ、なだからワンチャンスや。例文を作ってみてよ。 あ、どっか海外行くのにね、うん、もう今しか機会がない、ワンチャン。違うの。その通り。まあ海外でもなんかさ、儲け話でも今しか機会がないで、ワンちゃん。違う。正解でした。それは本当に正解。パキュン。次いいですか。はい、次の言葉はふっかる。ふっかる、ふっかは違うな。ふっかはさんじゃない。何かの形容詞やな。お、ふっかる、うん、のっかる。ずれる。あ、なるほど。例文をちょっとそれで作ってみてください。あのね、乗用車のセダンのね、ルーフ、あの屋根にね、うん、乗ってて、それがさ、急発進しちゃったから。あの、落っこちそうになる。ブブー、不正解です。正解は、うん、フットワークが軽い人のことを、うん、あ、ふっかるですねって。あ、なるほどな。ガンナエって知ってる？ガンナエ、ガンナエ、ガンナエ。まなざしが弱くなる。あ、でもそういう使う、それいい、いいね。うん、眼球のガン。ガンって、ガンつけられるとか言うやない。確かに。これは、うん、とってもなえたっていう意味。うん、心が。うんうんうん。ちゃうちゃうの言った方が、ちょっとそっちの方がいいね、言葉。うん、うん、せやろ。パキュン。あ、これ。フロリダ。これは、うん、実際に喋っていう言葉ではなくって、メッセージをやり取りとかしてたりとか、その LINE とかメールとかしてる最中に使う。フロリダって、あの気候がいいとこやから、で、穏やかなこと。じゃあ例文を作ってもらえる？この辺りは気候が良くて、まるでフロリダ。なかなかそんなメッセージでやり取りしてる時使わんくない？うん、そしたら、はい、あのね、お風呂入ってる。おお、すごい。違うの。そう、お風呂に入るから離脱するという意味。うーん、入ってるからさ、か今からもお風呂入るから、もメールは途切れますっていう。あ、そういうことか。すごい、でもお風呂分かったま、すごい。パキュン。というわけで、若者言葉クイズ、ちゃーちゃんは、全問不正解という。ことでございます。あ、でも全問と違うやん。何個かあってたね。いっぱいあってたやないの。そうやっけ。そう。何個ぐらいあったかな。まあ半分。半分。なかなかいろんな言葉を知ってらっしゃるという結果になりました。どうもありがとうございました。以上でございます。またね。なみるちゃん。いろいろな言葉を生み出している若者に、うん、お言葉をどうぞお願いいたします。まあ流行り言葉は流行り言葉でいいんじゃないんですか。なるほど。それとはまた別に正しい日本語をね、お話になったらいいと思います。正しい日本語は綺麗な言葉です。
じゃあ英語でご挨拶してください。See you again soon. Thank you very much. Goodbye. じゃあねー。パキューン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 。